西暦2008年、町はリゴルズと呼ばれるモンスター出現のニュースであふれていた。登校中だった信と夏美も偶然事件に巻き込まれてしまう。怪我を負った夏美を助けるため、信はとっさに乗り捨てられた人型兵器リブラルに乗り込む。初めて乗るはずなのに思い通りに動かしてしまう自分に信は戸惑いを覚えていた。入院する夏美を見舞う信だったが、そこに正光と名乗る謎の男が現れる。その男は深夜夏美をライゼス、ゼルビードと呼び、必要な攻撃を仕掛けてきた。死の瀬戸際で深は無意識のままガイナー化してしまう。自分の隠された力に混乱する深、そこへ現れた特起隊隊長瀬川に促され、深と夏美は特起隊へと入隊することとなった。特起隊としての訓練の中で、深たちは目覚ましい才能を発揮する。そしてスードの出撃により、二人はついにガイナー、ライゼス、ゼルビードへと確実な覚醒を遂げるのであった。それと同じくして瀬川たちは軍の極秘機密を突き止めるべく陸上自衛隊基地へと潜入。そこで彼女らが目にしたものは、実機訓練中の事故により細胞変化を起こしてしまったテストパイロットたちの慣れの果てであった。秘密が外部に漏れるのを恐れた軍は特起隊を攻撃。激しい戦闘を辛くも逃げ切った彼女たちだったが、そこには森政に連れ去られようとしているテストパイロットたちがいた。彼らの中にかつての夫の姿を見つけた瀬川は、そのまま森政たちと共に消えていってしまう。隊長を失い気落ちする隊員たち。だが彼女たちの前には新たな局面が待ち受けていたのである。
身のほど知らずの者どもが。私、本日付で着任しました。鈴木舞子です。あなたは新隊員の舞子さんよ。この前までピチピチの女子大生。並み以外は見覚えがあるのね。ああ、あの浅見山の人っすね。はい、皆さんにもお世話になりました。挨拶は後でね。とにかくガルデラントに乗り込みましょう。敵は地上にはいないようね。ここは何ですか？航空自衛隊第16番基地。ここで3時間前に極秘で会議が開かれていた。メンバーは4年前の事件に絡んでいる人物たちで、ドッカーン。証人は全て吹き飛んだ。あのデータといい、4年前のことといい、何があったんですか？それは俺にも関係があるんですか？話は7年前から始まるわ。我々は警察庁の特起隊です。戦う意志も逆らう気もありません。投降するんすか？夏美、リゴルズの波動を感じるでしょ？かなり大きいです。ここは戦場になりそうよ。みんないつでも対応できるように準備して。了解。さあ、哀れな人間どもよ、我が軍門に下り、我が意志と共に生きよ。いたの。指揮官がいなくてさぞ寂しかろう。隊長どうした？無事なのか？あの方は大事なお方のための器、丁寧に扱っておる。今あなたを捕まえて隊長の居所を教えてもらうわ。ふん、面白い。やれるものならやってみろ。なんでこんなことになっちまったんだよ。シン、俺は前世で何をしてたんだ。それが知りたい。そろそろね。どうしたのかしら。変ですね。エリさん、空港からリゴルズに襲われているっていう連絡が。カンナニサから。なんでまた空港なんて狙ったのかしら。新隊長はどうなりました？別の空港へ回されたのかしら。いえ、着陸したようだけど、情報が混乱していてよくわからないわ。でも、これ以上前へ行けないぞ。ああ、いや、シューさん。エリー、行けないぞじゃなくて行きなさい。走るのよ。了解です。体力、自信ないのにな。空港まで走るわよ、舞子。はい。管制塔、了解。レスキュー隊を待機させる。了解。よろしく頼む。
白くなってきましたな。テストは順調のよう。そりゃもう。こちらナナミ、皆さん今の会話聞きました？そうです、早く滑走路を開けないと。はい、頑張ってください。逃げ遅れた方ですか？ここには入れないんです。警察か消防の車両の方へ移ってもらえますか？ちょっとあなた聞いてるの？航空自衛隊北部航空方面隊第一航空団みなとです。はっ、本日よりあなたたちの隊長として着任しました。よろしく、ナナミさん。どうして私の名前を？チャンネル25894に合わせて非常用回線58を開き、援軍要請を。多分今頃は茨城上空のはず。2分で到着します。援軍って何のことですか？時間がないわ、早くなさい。コンテナのハッチを開けて瀬川さんの倍賞を出すわ。何をするんですか？今日から私の機体です。早く。もう知らないから。あなたたちの隊長として着任しました、湊京子です。細かいミーティングは明日午前9時より始めます。本日はご苦労様でした。これで撤収します。あの人は新しい隊長ですか？らしいわね。ああ、どうなることやら。今のって瀬川さんだよな。行方不明って聞いたけど戻ってきたんだ。いつも笑って挨拶してたけど、今日の瀬川さん気配がないっていうか冷たいっていうか。瀬川隊長。隊長、瀬川隊長、よくご無事で。隊長、隊長、何この人。銃を捨ててください、湊さん。瀬川隊長。シン、隊長じゃないよ。せっかく戻ってきたのに、ずいぶんな挨拶ね。これが新しい隊長の教えなのかしら？瀬川さん、なんで？夏美さん！また派手好きなんだから、ルシータ様。なんでこんなことを。隊長はどうしたんだ？あれは瀬川さんだけど、今は別物よ。まさか。でも隊長の体じゃ。もう隊長じゃないわ。ルシータ様、ご無事で。ジュリカ、あなたたちの瀬川隊長はもういないわ。ここにいるのはリゴルズの指導者ルシータ様よ。
よろしく、皆さん。うわあ、なんてことだ。もうやけた。リブラル隊とゼフロス隊、攻撃を許可する。突起隊の皆さんも出てください。やるね。私が寝ている間に人間どもめ、我が技術力を盗んでこんなものを作り上げるとはな。なんだこれは。なぜ涙が流れる。この体の瀬川という奴の記憶がまだ残っているのか。体が自由に動かん。皆の者、引け。あれがルシータ。瀬川さん、我々はどう戦えばいいのでしょうか。やっぱり落ち込んでる。軽く夜のドライブに行こっか。ヤシロさん、こんな気分の時は飛ばしてスカッとするに限るわ。心を起きて直ちに止まりなさい。嫌なのが後ろについたわ。ちょっとスピード上げるわよ。ああ、失礼いたしました。ごめんなさいね、現場へ向かうところだったもんだから。そうだったんですか。では我々が先導しますので現場を教えてください。いえ、そんなに急ぐものでもないのよ。制限速度を守っていくから大丈夫よ。そうですか。それでは十分注意してお願いします。ではお気をつけて。危ないな、鍵がつけっぱなしじゃないか。やばいな、夏美の予感が当たったぜ。 あっちの方よ。情けないな、筋トレサボってばかりいるからよ。さあ、早く早く。おまわりさん、大丈夫ですか？夏美！優しく下ろしてよ。そこのスチャラカコンビ、ご機嫌いかがかしら。今回の私はちょっと本気ですわよ。これで勝ったつもり？これじゃキリがないわ。なんだこれは。あれはスズネ。水葉が来たのか。あんた、
ちょくちょく俺の頭に出てきた。話は後です。まずはこの場を片付けましょう。ほう。森葉さん。ジュリ、俺の知らない間にヒューメニオンを使いよって、これから改造するところだったんだぞ。すぐに帰るんだ。話せ森葉さん。もうすぐあいつらをやっつけることができるんだ。バカなことを言うな。水葉まで出てきたんじゃ勝ち目がないぞ。引き上げだ。時間軸をねじ曲げよったか。なんだこれは。全員の時間を生まれる前に戻しました。犠牲者の方には申し訳ありませんが、今はこれが最善の方法。スズメ様。スズメか。なんとなく覚えているような。夏美は知っているか。やっぱ初対面ではないよね、その雰囲気だと。スズメ様。スズネ様に来やすいんだよ、この。なんだお前もいたのか、港くん。いつからここは託児所になったんだ。早くつかみ出せ。なんだとこいつ。やめろ。全言撤回。すまん、ごめんなさい。やめなさい、小太郎。湊さんが帰ってきたみたいだ。やっと動けそうね。どうでした？どうもこうも完全に舐めてるわ。これより対策本部とは別行動を取ります。了解しました。買収、通信モード移行。通信モード移行了解。七海さん、残ってる部隊に通達。これより特機隊に全主導権が移行されました。我々はベッケルスおよびリゴルス総統に突入する。全体武装を確認後集結。我々の援護をお願いする。以上よ。了解しました。さあみんな行くわよ。いけません。彼のエネルギー質量は膨大です。爆発でもさせようものなら、この京都の街がなくなってしまうほどなんです。じゃあどうしたらいいんだ。私のところまで連れてきてください。今度は封印などせずに、ベッケルスとなる前の生命体まで押し戻します。この前神社で使ったやつの後方理論ね。ええ、でも今回は目標が強大なので、周りの磁場を利用しなければいけません。夏美さんに審査、
あなたたちも聞いてしまうかもしれないので、私の結界内には入らないように注意してください。分かった、気をつけろよ、進め。えっ、あれが義獣殿のベッケルさん。私のアウシとは違うタイプのようだ。自分の手を汚さずに仕掛けるなんて父上らしいやり方だ。かわいい子、ごめんね、暗い、寒い、寂しい、そんな気持ちだらけにしてしまって。今度は自由に暖かい世界を行きなさい。面目ございません、ルシータ様。まあよい、来月はともかく水葉が出てきた。奴を見れただけでも収穫があったというものだ。は、寛大なお言葉痛み入ります。この次は必ずや。ちょっと相田先生、優しくしてよ。何言ってんの、いい大人が風邪ぐらいで。わしの偉大さを凡人どもに思い知らせてやるのだ。これは壮観ね。情報によると、ここで新元素エネルギーの研究をしていたらしく、そのデータ狙いってことみたいね。ちょっと、それってかなり危ないんじゃないの？奴らだって機械化マシンを作ってきてるんだ。新エネルギーで巨大ロボットが出てくるとも限んないぜ。あんた、そんな夢みたいなこと本気で言ってんの？とにかく指示通り陸地さんのバックアップに入るから、みんな気をつけてね。下でエネルギー開発やってんだ。陸地さんから情報が入りました。敵の残骸を調べたところ、すでに新元素エネルギーの開発データが送信された模様。雫じゃないけど、本当に巨大ロボットが出てくるかもね。冗談じゃないよ、こんなこと他の星でやってくれ。こちらブリート、マーベラ1応答せよ。こちらマーベラ1。
マーベラー1、突起体の現状を報告せよ。マーベラー1、了解。予定通り、あと10分ほどで進入口へ到着。こちらブリート、了解した。突起体が脱出するまでこのまま通信をホールド。マーベラー1、現状ホールド、了解。こちらブリート、ブルーフィッシュ応答せよ。こちらブルーフィッシュ、ブリート、どうぞ。艦長と直接話がしたい。代わってくれ。了解、しばらくお待ちください。艦長、ブリートから通信が入っておりますが。わかった。ブリート、こちらブルーフィッシュ。予定通り健康する。準備を進めておけ。了解。その穴が侵入路よ。綺麗ね。皆さん、気をつけてください。何か言います。別の場所にまだいるはずです。仲間意識が強いので刺繍を嗅ぎつけたらやってきます。横穴に注意してください。早く進みましょう。しかしすごい洞窟だよな。何千年もかけて作った回廊です。綺麗。こんな地下に湖があるなんて。地下に湖があるなんて報告されてないわ。ここで足止めってわけ？私たちはめられてないですか？まさか。神田二佐ならありえるわ。何をしようとしてるかわからないけど、何か企んでいてもおかしくない人よ。そんなこと。よくここまで来られましたな。これより私めがお相手いたそう。義純！来たのがすね。あいつのために私たちは過去において戦い続ける定めとなったのです。これはスズメ殿、母上に似てきましたな。貴様のような奴が母上のことを口にするな、裏切り者め。来るな、ジュリー。しかし信号来ました。1番から8番まで全弾発射。1番から8番まで全弾発射。上からの命令でね。中間管理職の辛いところだよ。すまんね、港君。君たちは少し知りすぎたようだ。空自の爆撃機に連絡。作戦は失敗した。抱えている荷物を全て目標に投下。これを合図に速やかに撤収する。了解。残念ですな、スズメ殿。まだ私は行けないようです。義純。
マン頂点へ。これでもか。頼むわ、バッシュ。わしの特製ミサイルじゃい。我が成果を見よ。Thank you.
ちまう。